はい、それでです。今日はですね、まあちょっと、ね、たこ焼き食べたいなということで、たこ焼きの素をね買ってきました。で、まあソルデン流のね、たこ焼きをね作りたいと思います。で、まずね、たこ焼きの具ですね。具っていうか、まあ野菜とかをね、ちょっと少し、あと紅生姜、あと私はキャベツもね入れます。それではね、ちょっとねこれをね、刻んで、準備したいと思います。はい、まずね、キャベツをね、刻みたいと思います。はい、キャベツね刻みました。そして、長ネギですね。こちらもみじん切りにしたいと、まあみじん切りじゃなくてもね、いいですけど、まあこれもね刻みたいと思います。はい、そしてお待ちかね、タコですね。まあタコはですね、まあそんなに小さくね切ると、まあ食感がね、悪くなっちゃうんで、まあ結構大きめにね切った方がいいかなと思います。はい、タコをねカットしました。そして、紅生姜ですね。紅生姜もね刻みたいと思います。はい、それでね紅生姜も刻みました。そしたら粉をね、合わせたいと思います。はい、まあこの粉の分量はね、こちらの表示通りね、作っていただければ、よろしいかと思います。はい、まずね、水が、この分量だと、800なので、800ね、用意したいと思います。はい、あと卵はね、M 玉が2つ。はい、一度ね、こちらね、混ぜちゃいます。粉を入れてね、卵を入れて混ぜる、ちょっと混ぜにくいので、お水の中でね、卵をね、混ぜた方がね、よろしいかと思います。はい、そしたらね、混ぜたので、粉をね、250g、この分量だと入れます。はい、そして一度混ぜたらですね、できれば、こういう、こすやつで、これをね、一回、通した方が、滑らかになります。はい、そしたらですね、お玉とかでね、こう、たこ焼き器にね、入れてもいいんですけど、入れづらいので、まあ、こういうペットボトルとか、こういう料理酒とかのね、空きペットボトルとかに入れると便利です。今日はね、このペットボトルあったので、こちらにね、入れたいと思います。はい、そしたらね、材料はね、すべて準備ができましたので、早速焼いていきたいと思います。で、よくね、油を塗っとかないと、くっついてね、返すのが難しくなりますので、まあ一応テフロン加工みたいなんですけどね、油はね、多めに、入れてください。で、油もね、ちょっと少しだけね入れとくとカリッとね仕上がるので、こちらもね、お
同じようにやっていただければと思います。はい、それではね、温まったのでタネをね入れます。タコ、これ入れたかな。あとキャベツですね。そして、天かす。そして紅生姜ですね。はい、そして、長ネギ。はい、入れたらですね、また種をね入れてください。はい、でしばらく経ったらですね、ちょっとねこう風にちょっとね切れ目っていうかこう割れ目をね入れてください。はい、そろそろね返しそうなのでちょっとね返していきます。このね、たこ焼きは、まあ、結構ね、簡単にね、こういう風に丸くできますので、まあ、上手な人はね、もっと
早くね丸くできるんですけど、まあ初めてたこ焼き火力の調整とかね、あとまあなるべくこうはみ出崩れてるのを下にねこうやるような感じで焼いていけば、おのずとねこういう風に丸くなりますので、やってみてください。はい、である程度ね焼けたら、カリカリにねしたい方は、油をね、注ぎます。でふわふわの状態で食べたい方はね、もうね大体もう焼けてますので、これで食べてください。今回カリカリにしたいので油をね入れていきます。はい、それではねちょっと表面がね、もうカリカリになったので早速ね食べたいと思います。そしてタレをね塗ります。ソースですね。はい、そして、青のりですね。はい、それではね、たこ焼き完成しました。ではね早速ね食べたいと思います。ちょっと猫舌なんであれなんですけど、いただきます。お、熱っ。あ、うまっ。うん、めっちゃうまい。あのね、外側はねカリカリで、中はねふっくらとしててすごくね美味しいですね。でタコのね存在感もちょっと大きめにカットしたのであって、非常に美味しいです。あ、うまっ。あのお店の味ですよね。あのお店とねほんと変わんないぐらいすごく美味しくできてました。ぜひね、ご家庭でね、同じようにねやってみてください。で、まあ私今一人で作ってたんですけど、まあ家族とね一緒に分け合いやりとね作るのもね、まあこのコロナ禍で、まあ家族とね一緒にいる機会が多いと思いますんでね、ぜひね、ご家族とね子供たちとか一緒にね、作ってみてください。それではね、短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。